皆様、本日は世界メシア教立春祭、おめでとうございます。<laughs> えー、この間、何人かで、えー、外で食事をすることがありまして、不思議なことがあったんですね。えー 和食のお店に行ったんです。そしたら、あの、ブリが出てまいりまして、このブリは、おいしいですねって聞いたんですね。あの、お店の人に。そしたら、それは、洋食ですって言うんですね。<laughs> 和食に食べに行ったのに、洋食ですって。不思議だなと思いました。それから今度は、 あの鍋物が出てきたんですね「この鍋は何ですか?」って聞いたんですそしたら「チリ鍋です」って言うんです <laughs> 和食を食べに行ったのに南米のチリの鍋が出ると <laughs> それで今度はお酒が出てまいりましてねお酒が出てまいりまして日本酒で、えー、おちょこですって言うんですね おチョコあチョコレートちょっと無理がありますかね、これは。れ <laughs> 今度は麺が出てきたんです。この麺は何て言うんですかって聞いたら、パリパリ麺って言うんですね。そし <laughs> パリこれはフランスですかねと思いましよね。 それからね、いろいろ、それからまたわからない料理が出てきましてね。今度は、あの、聞いたんですけどね、その店員がね、えー、何中かかん中か、何中かかん中か、全然わからないんですけど、何中かかん中かって言ってるから、中華だなと思いました。<laughs> 今度は、あの、またわからないのが来て、店員もわからないっていうことで、厨房に聞いていってください。 聞いてみてくださいって言ったら、えー、この料理を知ってるのはドイツだって言ってますって言うんです。ああ、ドイツなのかと思いました。で、もう一つまた違うのが出てきまして、それは何かなと思ってまた聞いてもらったんですね。そしたら、その料理を知ってるのはオランダって言うんです。ああ、オランダの料理かと思いまして、最後にあの、 甘いものが出てまいりましてね。それで甘いもの、和菓子が出てまいりました。でもそのお店の人が私に、お客さん、ケーキはいかがですかって言うんですね。<laughs> あれ和菓子なのにケーキっていう、ケーキっていうのかなと。もう本当に不思議なことばっかりで、お菓子な話をして申し訳ございませんでした。 こんなの考えるのも大変なんですよ。ちょっと覚え,覚えとかなきゃいけないですね。毎回ね、申し訳ないですね。<laughs> 本日の。祭典行事につきましては。昨年の秋季大祭と同様。 ホテルニューオータニー大阪の皆様より、格別のご理解とご協力、また数々のご配慮をいただきまして、開催させていただくことができました。ここにホテルニューオータニー大阪の皆様に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございます。 誠に、恐れ多いことではありますが、私どもの父なる神、スシンは、ご自身の子を産むために想像をお始めになり、今も一瞬もとどまることのない想像をなさっておられます。スシンはまず天国において、 神の子たるメシアという皆に結ばれた霊の子を無数にお産みになりました。それら霊の子は三千と輝く光の子でありました。主神と一つものでありました。それが私どものはじめであり、私どもの 本体であります。私どもの中には光があるのです。スシンはその天国から創造をお始めになり、霊の子である私どもを意識ある一人一人という存在とされました。私どもを個々別々の人間性を持つものとされました。 その一人一人という存在が創造の終わりの姿なのです。私ども一人一人は創造の終わりを担わされているのです。終わりは初めに帰らなければなりません。私どもはすべてを携えて初めの天国に帰らなければなりません。 なぜならば、スシンの創造の目的は、意識ある一人一人となった私どもを、創造の始めである天国に再び迎え入れ、ご自身のことする。すなわち、一人一人を神の子として、新しく生まれさせることであるからであります。 しかしながら私どもは一人一人という存在にならせていただいたために思い上がり父である神の永遠の命と永遠の意識と永遠の魂を自分のものにするという過ちを犯してしまいましたこのように神のものを自分のものとするという重大な過ちを犯し 神の見前に罪あるものとなったままの私どもでは、神の子として受け入れられることなど、あり得ないのではないでしょうか。ところが、厳然たる権威と、限りない愛をもって私ども人類をご自身のことすると定めておられる主心は、想像をお始めになる前に、 私どもの犯すであろう罪を、あがない、許し、救い、天国に迎え入れるという見業を天国において成し遂げてくださっていたのです。私どもは世に生まれる前、すでに天国において、計り知れない恵みを賜っていたのです。 スシンはご自身の御無の成就のために、この恵みを地上にもたらし、一人一人に分け与え、一人一人が、あがなわれ、許された者として、初めの天国に立ち返ることができるように、道を整えなければなりませんでした。そのためにスシンは、 イエスを世に送り出してくださった。と、私は思います。主神は、ご自身が送り出したイエスの捧げたあがないの血をお受け取りになって、私どもを罪なき者としてくださり、私どもが神の子として新しく生まれることのできるように、道を整えてくださったのです。 主神がメシアの皆にあってイエスと共に成し遂げた贖いとよみがえりの見業は私ども人類にとっての許しであり救いであり永遠の命に至る道でありますその道を整えてくださった御心にお答えし私どもは一人一人贖いの恩知恵は 私のためにあるのですね。と、イエス・キリストと共なるスシンに感謝申し上げ、自らの全身の細胞にお受けする必要があると思います。スシンより私どもの模範として使わされた名士様は、私どもを代表して、ご自身に担わされた罪を お認めになり、イエスによる贖がないと復活を信じ、恩知を全身にお受けになり、ご自身の命と意識と魂をスシンにお捧げになりました。そして、神のこたるメシアとして新しくお生まれになることによって、スシンの創造の見業をご自身の中で 全うされました。私は、名主様が贖いの恩父をお受けになり、メシアとして新しくお生まれになったということは、主神がイエスと共に成し遂げられた永遠の命に至る見業が真実であり、人類一人一人の中で成し遂げられなければならない見業であることを、 明かし立てるものであると思います。その名士様が、イエス・キリストと共に、私ども一人一人の中で、生き生きと生きてお働きくださっているのですから、一人一人、名士様は、私のために新しく生まれてくださったのですね。私も名士様に習わせていただきます、と、 主神にご報告申し上げなければならないと思います。先ほど申し上げましたように、私どもの意識の中心には、天国で主神より賜っていた許しがあります。それだけではなく、主神は肉体を持たせた私ども人類を、贖いの恩知によって、 その犯した罪から解放し、許すと定めてくださいました。名医様はその許しをお受けになりました。名医様と共におられるスシンは今、私ども一人一人に対し、許されたものになりなさい、と望んできてくださっています。 スシンがそのようにおっしゃっているということは、私どもが許されなければならない過ちを犯したということではないでしょうか。私ども一人一人が、名士様がなされたように、自らの過ちを認めることによって初めて、スシンは私どもを真に許されたものとみなして、 くださるのではないでしょうか。主心は私どもの生みの親であり、育ての親であり、私どもにとって最も近く、最も大切な存在であります。その最も大切な神様に対し、私どもはどのように思っているでしょうか。 神様が自分の中で生きておられ、自分を維持し、養い、育ててくださっているにもかかわらず、神様を自分の外側のどこか遠く離れた存在とし、自分とは密着した存在とは思っていないのではないでしょうか。神様が生きていらっしゃらなければ、自分は呼吸することも 体を動かすこともできないと思っているでしょうか神様が生きていらっしゃらなければ自分は物を見ることも聞くことも何かを感じることも考えることもできないと思っているでしょうか神様のお働きをその都度評価し神様の 光の強さ力の大きさに区別をつけてはいないでしょうか神様に心を向けることよりも自分の都合で神様に願い事をしたり神様の思いを推し量ったりしてはいないでしょうかいかならん罪も許させいかならん 罪もとがむる雨土の神。いかならん罪も許させ、いかならん罪もとがむる雨土の神。という名士様のお歌にありますように、神様ただお一方が裁きの権能をお持ちであるにもかかわらず、自分の好みや尺度で人の善悪、優劣を判断し、自分は あの人よりましだと言って自分を他よりも勝った者として正当化したりあるいは自分を卑下したりしてはいないでしょうか神様が自分の中で王として治めておられるのに自分が王様のようになってはいないでしょうかこのようなことを私どもは ただ単に一般論として済ませるのではなく、他の誰でもない、まず自分自身に問いかけなければならないと思います。そして、神様が目にも見えず、声も聞こえないために、神様を見くびり、誇り、高ぶり、神様に対して大変なご無礼と大きな過ちを犯したことを、 認める必要があると思います。認めると申しましても、神様は決して口先だけでごまかされるような方ではありません。神様は私どもの心の奥底を棚心を刺すようにご存知であります。その神様が 私どもを見捨ててしまわれるのではなく、審判するとおっしゃって、私どもの帰りを忍耐強く待ってくださっているのです。名誉様はお歌に、正直の人ほど神はめでまされ、限りなき幸恵みたまわん。正直の人ほど神はめでまされ、 限りなき幸めぐみたまわんとお読みになりましたが、私どもは今さら神様に隠し立てなどする必要はないのですから、勇気を出して心を開いて神様の身元に飛び込むような思いで正直に自らの過ちをいわば自己申告した方が神様はお喜びになると思います。 ただし、正直か否か、それを決めるのは自分ではありません。神様がお決めになるのです。神様が正直とお決めくだされば、私はあなたの罪を許したよ、とおっしゃってくださるのではないでしょうか。そして、私どもを天国に迎え入れてくださり、 神様のことを父と呼ぶことを許してくださるのではないでしょうか。この喜びこそ何にも代え難い喜びであり救いであると思います。主神はその喜びの片鱗を味わわせてくださろうとして一生懸命努力してくださっているのではないでしょうか。 今や、スシンの恵みは地球全体を包み、その光と力はくまなくすべてに満ち満ちています。私どもは、スシンが治めておられる新しくよみがえった世界の中に迎え入れられているのです。だからこそ、私どもは、今日までの営みにピリオードを打たせていただけたのでは、 ないでしょうか。私どもは、一人一人、主心の許しをお受けし、あがなわれ清められた者として、天国に立ち返り、メシアの皆に結ばれた教会の一員として、主心がおすすめになる新しい未来を創造する見業に、壮年と生きとをもってお仕えさせていただきましょう。 一人一人と申しましても、祖先の総合体という名詞様の御言葉にありますように、一人一人の中に万物と共にこれまでの人類の営みすべてが集約されております。たとえ一人であっても、主神の御心にお答えすることができれば、人類全体にとっての大きな救いとなるに、 違いありません。そうした確信と希望を持って、来たる6月15日、メシア降誕本宿店に向けて、皆様と共に力強い歩みを進めてまいりたいと思います。そのように、お仕えすることを許してくださっているスシンに対し、メシアの皆にあって栄光を着させていただきます。 ありがとうございました。